どうも、ぶんからです。今回はね、久々に簡単お菓子を作っていこうかなと思います。今回作るのはね、生チョコケーキなんですけど、めちゃくちゃ簡単なんですよ。しかも美味しい。結構ね、僕も何回も作っている、珍獣ママさんって方が考案されたレシピなんですけど、まあ、よかったら概要欄に貼っとくんで飛んでみてください。すごい綺麗に作られてるんで。で、今回はね、僕もそれを作っていこうかなと思います。いくぞ。さて、それではですね、まず今回はココット2つ分なんで、ドン、マリオ6枚、板チョコ2枚、そして生クリーム、これはね、植物性でもいいんですけど、僕なかったんで普通の生クリーム買ってます。これを 100ml 半分使います。やっていきましょう。だからココット4個の時は2倍だよ。1パック12枚、4枚、やっていきましょう。まずマリオ砕きます。マリーを砕きます。これはフリーザーバッグとかに入れて潰した方が潰しやすいと思います。なんで今回用意してます用意してるのに、ちょっと一応こうやって潰してもいいんじゃないっていうやつで潰してみました。結構ね、めんどくさかったりする人はこのまま潰してもらったらいいんじゃないかなと思います。僕はいつもね、チーズケーキとか作るときもビスケットを潰すときはこうやってフリーザーバッグに入れてやるんで、今回もフリーザーバッグに入れて潰していきたいなと思います。でね、なんか何回か作ってみたんだけど、俺的にはなんかもうすごい粉々にするよりも若干ちょっと粒が残るぐらいがなんか美味しいかな、食感的に美味しいかなと思いました。皆さんちょっとこう気分に合わせて作ってみてください。こんなもんかな。 OK、それではボウルに生クリームを入れます。今回は 100ml 入れます。で、これを 600W で1分ぐらい加熱します。2倍量の方は1分半ぐらいやってみてください。じゃあ温めてきます。さて、温まりました。この中に板チョコを割って入れていきます。割って入れていきますって言ったけどさ、見て、熱でさ、若干溶けとったわ熱で溶けとってさ、刻んで入れるとかちょっとできそうにね。ちょっとこのまま入れていきます。もうね、こんだけ柔らかいんでね、すぐ溶けるでしょう。 OK、 本来割り入れるとこうちぎり入れたんで、これを混ぜていきます。俺今もたついたんでね、生クリームちょっと冷めたかもなんだけど、しっかり生クリームが温まっていればこんなことにはならないと思いますこんなことにはならないと思います。大丈夫、いい感じになってきた。ほら、ちょっとチョコっぽくなってきたよ。ほら、いい感じになってきた。いいね、いいね、いいね。そしたらここにさっきの砕いたビスケット入れます。ザスーン。で、ビスケット入れたらまた混ぜていきます。いい感じに混ざりました。さて、じゃあ混ざったんでココットに移していきましょう。さあさあ、入って入って。いいね。あ、ちょっとこぼれた。はい、ということでこんな感じでできました。量もちょうどいいでしょ。これを冷蔵庫で約1時間、1時間強ぐらい冷やして固めたら出来上がりです。じゃあ冷やします。さあ、できました。最後に粉糖とかを散らしてあげましょう。できたら粉糖をかけて、よーし、出来上がりました。どん、まあ、こんな感じでできました。これね、この映像じゃちょっと色合いが伝わらんけど、ほんとチョコの色なんよね。こんな柔らかさです。ちょっとムースみたいな柔らかさかな、うん、やばい、うますぎる。あのね、チョコが苦手な人はあっってなるぐらい濃い味がします。ほんと生チョコ、生チョコな感じです。美味しいよ。はい、ということでこんな感じなのができます。
よかったら皆さんも作ってみてください。本当ね、チョコが好きな人にはぴったりなお菓子だと思います。それでは、ブンカラでした。